今日はリクエストをいただきました。前座の上がりをね、弾きますが、リクエストでは前座の上がりって3つあるから、1、2、3と弾いたらどうかって、言っていただいたんですけども、3のちょっと音源がなくて、ということで、1、2とね、あと、ここにですね、2つ目の上がりっていうのがあったんですよ。で、結構面白い曲でして、二つ目さんになると自分の曲があるのに弾くのかなとも思いましたけど、まあ地方なんか行ってね、まあお三味線の方がね知らなかったりしたら、そうこういうの使ったりするのかなと思ったりしました。はい。で、まあ曲がとにかくいいので弾いてみたいということです。ですので今日は、まあ前座の上がりは以前弾きまして、それは染丸さんの本のこの八千代っていうね、相林にも使われるよっていう曲、楽譜ですね。そこから撮ってますし、前座の上がりにっていうのはこちらの日の出会にも載ってまして、日の出会と、まあ、こちらとのね、合わせた感じで曲をと、楽譜を取りました。ということで、前座の上がり1、2と2つ目の上がりという3曲を弾きます。では、前座の上がりその1で、6本の3下がりです。前座の上がり2で、これも同じ6本の3下がりです。これから頑張る前座さんの出囃子っていうのに、なんか耳に残る曲で2つともいいですね。では、2つ目の出囃子ということで、これは本調子です。まあ、これだけでもちょっと上がった感じですけど、これも弾んでていいですね。まだやっぱり二つ目さんっていう若い方向けの出囃子っていう感じがします。